いらっしゃいませ。ここ三の丸スクエアです。福岡城址の三の丸にあるので三の丸スクエアと言います。ここではですね、福岡城址にある、史跡、ここが二重史跡となっておりまして、航路館、福岡城址が重なっている二重史跡になっている場所です。で、ここがですね、地層をイメージしていて、下から航路館、福岡城、今の舞鶴公園、大濠公園からこれから先ですね、未来のセントラルパーク構想というのがございまして、こちらをパネルにてご案内している施設です。こちらからですね、上の方に年号がところどころあるんですけれども、大切な年号ということで表示してあります。688年ですね、初めて航路館が歴史上に出てきたという年で表示してあります。で、ずっと航路館からご案内していて、1047年ですね、航路館という名前が歴史から消えた都市と言われています。で、続いて福岡城址のご案内ですね。福岡城築城された都市、1601年からのご案内になります。ずっとパネルで今残っている見ていただけるような櫓ですとか門とかですね、そういったところをご案内しています。ちょっと飛んで近代ですね。こちらお城がなくなって明治から昭和にかけてのご案内です。さらにこう一旦移築されていたものですとか、別の場所にあったものがですね、昭和になって戻ってきたものなどがご案内してあります。で、続けて1987年航路館がこの場所で発見された年です。で、そこから続いてセントラルパーク構想将来へのご案内ということでですね、続いて見ていただけます。で、こちらなんですけれども、江戸時代の福岡城の模型に、航路館の時代、江戸時代、現在、未来ですね、セントラルパーク構想の簡単な地図が映写されて投影されております。未来ですね。こちらが企画展ですね。現在ですね、福岡城のフォトコンテスト入選作品が展示されています。こちらはどんどんまた変わっていく予定にはなっています。市民の歴史ということでですね、この場所ですとか福岡市であった市民の歴史をご案内しています。航路館の発見ですとか、明治時代ですね、路面電車が走ったことなどをご案内しています。わしら後ろが400年経った今でも残っておったのか。
Thank you.